はい、こんにちは、カズボウです。ドラゴンクエスト、モンスターズ、テリーのワンダーランド 3D 続きやっていきたいと思います。懐かしげですね。なのでね、今回はこのね、待ち人の扉、推奨パーティーランク、星2以上というとこ行きたいと思います。2つ行ける場所なんですけどね、もう片方が星3なので、2の方がね、先に行くべきですよね。地下5階までありますね。マシンモンスターとかいると思うんで。お、いた。ズッキーニャが見える。ズッキーニャ仲間入れようか。スカウトだけでなんか入りそうですよね。普通に。はい、でかい。ズッキーニャがなんかすごくでかく見えるんだけど、気のせいかな。はい、スカウト。ズッキーニャ。これドラクエ9にいた時なのでね。まあ、ドラクエ9の時に、出てる時にもうすでにあれかな。まあ、リメイクされてたっていうか。これは、お肉を使うべきだ。まだ大丈夫ですね。あ、強いな。ちょっと強くした方がいいかも。ちょっと甘く見てた。ズッキーナいっぱいいるか倒しちゃおうか、一回。まあ、ランク1個上がるとね、まあ前回より全然違う、まあ敵の強さですよね。強いですね、なかなかね。でもまあ、仲間入れながら行きますけどね。ピッキーとズッキーニは変えようか、仲間入れたら。強さが全然違うから。回復がいなくなったら困るので。とりあえずこの呪文使える、ドルマが使えるドラキーはちょっと美味しいのでね。お、経験値も全然違いますね。ああ、なんかいっぱいいるな。まあ、パワー減らしてからね、スカウトやった方がいいんですけど、敵の不意をついた。じゃあ一回攻撃して、左側に攻撃しましたね。これで、燻製肉もったいないな。なんか普通に捕まえられそうな気するけど。こういう時に2回攻撃とかあるとね、ちょっと便利だったりするんでね。あ、28% 捕まった。ファーラット。メラガード、グリーンファイターなんかついてんな。どうしようかな。まあ、いや、スタンバイに入れとこう。で、ズッキーニはちょっと仲間入れます。あ、カバシラーがいる。うわ、懐かしい、懐かしいけど、これ最近出ましたからね。燻製肉、スカウト、カバシラ。これ入んだろ、さすがに入ってくれよ。2分の1以上は入ってんだから。ミスター今、もしかしてドラキン、すげえ空気読めないことした？行くだろ、60。よし、カバシラ。カバシラはレベルいくつ？ 3 か。バギー&デイン持ってる。ピッキーとかいいよ。よし、いいね。よし。あと何言いましたっけ？あれだ。ズッキーニャ。まあ、進んでたらいそうですけどね。えい。後ろから戦ったらこれ踏みつけるんだっけ、これ。燻製肉使っちゃったな。2匹出てくるかな。普通に倒してレベル上がっちゃいましたよね。カバシラが連続攻撃ついてるので、ちょっといいかも。スラフォース。ホイミ使える。ホイミンいらずかな？もしかしてこれで。まあ、デインとか使えるからね。お、火をついた。これでスカウトしよう。カバシラの最後の連続いいっすよね。バチバチバチって。
おお、結構上がる。やっぱカバシラは。ダメか。とりあえずズッキーニは捕まえなくちゃいけないんですけど、おっと、ファーラット。なんかしらアイテムが落っこって、肉とか落っこってればね、あのズッキーニは捕まえやすいですけどね。これどっかから登れんのよね、多分。とりあえずドルマが使えなくなったので、ファーラッタとドラッキー入れます。どうしようかな。まあ、どっかしら回復はあると思うんですけどね。カバシラ、カバシラ。いや、ズッキーニはどこだ？ああ、カバシラが。でも、その前にあの、井戸が見えるんで、まあ、回ってもいいんですけどね。まあ、ズッキーニは捕まんなかったらね、まあ、クリアした後にまた入って捕まえればいいので、いないね、あ、いたいた、1階にしかいないかと思った。これはさすがにちょっと捕まえよう。また来るの面倒だからね。まあ、どっちみちレベル上げるときとかまた来るとは思うんですけど、とりあえず捕まえたいので、ウィーをついた。いないもんな。もうカバシラとかのおかげで 40% までいきますね。あー、クソ、捕まんないズッキーニャが。怒り、ダメ。はい、次。よし、捕まえた。ここでもう、とりあえずは。まあ、ここに必要はないかな。これ全部埋まったのでね、バラエティがあるんだ。よし、先進みましょう。回復とか多分あると思うので、最後の回の前あたり行けば。あー、ここ遠いな、右だ。いや、下の地図が見えるっていいですね。どこ行ったらクリア。あ、左側も行けんじゃん、これ。普通に。ファーラットって連続ついてんですね、攻撃に。3回当たりましたよね。パパンパンって。で、ここ入れば、もう最後の。一歩手前なので、お、ドラケ1の音楽。回復多分どっかにあると思うんですけど、あとイザナイルーラみたいなね、なんかね、そんなのあると思うんですよ。あの石碑みたいなのが。あー、ここ行ったらクリアだね。あ、これか、これだ。イザナイの水晶に不思議な光がと思った。これで、一回出て入ってきたら、ここまで来れるので、とりあえずね、まあ、どういうことかっていうと、どうでしたっけ？特技をしよう。要は、ルーラで、戻れるんですけど、戻ってこう回復して、イザナイルーラでここまで来れるっていう話ですよね。全回復して、まあ、賢いやり方っていうか、まあ、どこにでもすぐ飛べるんだよね、モンスターズは。で、ここに入って、イザナイルーラ使えばいいんだけど、これでセーブしときゃいいか。とりあえずはね。まあ、要は一気に下まで来れるというね。ということで、お、肉がある。ボス戦です。もう今回は行っちゃいます、そのままね。全部捕まえたんで、ここにはもう用はないです。
さあ何がいるんでありましょうか。あ、これはローラ姫。あ、あなたは勇者様、私を助けに来てくれたんですね。はい。まあ嬉しい。ぽ、どうぞ私を抱き上げてお城へ連れて行ってください。カズボウはお姫様を抱きかかえようとした。しかし持ち上げられなかった。いいのです。あなたはまだお小さいのですもの。だから持ち上げられないのです。そうと言ってくださいまし。はい。では私はもう少し大きい方をお待ちします。我が眠りを妨げる者は誰だ？これはまさか。うわ、もうドラゴンいんのか本当に。我がローラを連れ出そうとした罪、万死に値すると知れ。マジでドラゴン戦うのか。ちょっと待って、ドラゴン、もうドラゴン出てくる？でも仲間入るよね、これね。まあいいか、このまま行っちゃうか。もうドラゴンが出てくるというね。お、強い。強い。まあ、入れ替え。スライムだけを、じゃあ、ドラキーと入れ替えてこい。これでね、ドルマ使えるんでね。はい、ではドラキーに入れ替えたので、まあ、ドルマ使えると思いますのでね。さすがに倒れないですね。あ、ドラキー食らっちゃった。もうカバシラがやばい。入れ替えよう。カバシラと、じゃあズッキーニャ入れ替えようか。ここ大丈夫かな。おたけび食らったけど次のターン大丈夫なのか。あ、やばいね、やっぱりね。じゃあドラキーと、ね、アントビアもそこそこ強くなってると思うから入れ替えて、まあ、これでいこうか。まあ、スライムもね、ホイミが使えるからいいんですけどね。火炎斬り。おお、32だって。おい、勘弁しろ。アントビアがそんなでもないけん。スライムと変えよう。スライムと変えて、スライムが、命を大事にすれば回復。これ、こんな強かったっけ？これ。これ、やられゲーじゃないよね。作戦で、命を大事に。まあ、これでいいと思うけど。自分も回復するし、ズッキーニャも回復するよね。なかなか行かないな、本当に。マジかよ。なんだあの命中率、ズッキーニャの。ラブリー。あー、聞いてくれればちょっと嬉しいんだけど。まあ、10くらいずつ削ってくれるからね、嬉しいんだけどね。まあ、ドラキー入れといて動けるようになるまで待って、ドル待っててもやっぱいいんだけどね。やっぱファーラットと、じゃあドラキーと、なんか入れ替えた方がいいかもしれないね。当たれよ。お、マジで？ズッキーニャ使えない。じゃあ、ここと、カバシラ、ドラキ、これでいこう。強いな。カバシラ何気に使えるかな。序盤こんな強い？こういうゲーム？あ、いたいたいた。星2でこれだからね、星3なんかもっと強いだろうね。侮れないよ。じゃあスラボーがデイン覚えられるね。デインと賢さ、守備力も上げたいな。
体当たりはまだいいか。まあ、使えるときにね、まだ使えるけど、電位覚えとけば全然違うから。よし、これでいいや。よし。なんという強さ。歯医者に語るべき言葉はない。お前についていくとしよう。やった、ドラゴン。入った。もうドラゴン入りましたよ。じゃあ次、勇者が助けに来たとき、ローラ姫簡単に連れて行ってね、もらえますよね。ローラ姫を持ち上げられなかったのか。それは残念だったね。大きくなったらまた来ればいいさ。さあ帰ろう。え、ワンの勇者はどうなるの？いや、思わぬ強敵出てきましたね。はい、ドラゴン。これどうしよう。2枠だな。2枠ってことは、2枠ってことは、これちょっと使えないやつが、ちょっと見受けられるので、わらっと、微妙だな。こうかな。スライムとホイミスライム、これ回復できるから、ドルマとカバシラかな。どっちかといえば。こんな感じかな。どうなんだろうな。ドラゴンスピリッツ。まあ、2枠だからちょっと一回使ってみようか。おう、カズボーイよ、ドラゴンを倒してまいったか。お主の名は伝説の勇者として永遠に語り継がれるであろう。それ言い過ぎ。おう、ちょっと言い過ぎたか。今後も頼むぞ、カズボー。大井戸広場のゴールド銀行やお店を大いに活用するがいい。それでは忙しいので、わしは失礼する。これ肉売ってなかったっけ、どっかに。ありがとうございます。まあ、とりあえず回復してもらえるので、今回ね、ここまでなんですけど、お肉とかどっかで手に入ったような気がするんだけど、まだかな？なんか店とか、店開きすると思うんだけど、そうだね、ルーラー使えるんだよ。大井戸広場。わざわざ移動しなくていいんだよね、それ、行けばね、これね。大樹のお店。もしかして手前だけ入って奥だけ行ってなかったなんて押しないよね。いや、そんなことないよな。そうだね、これ、ここに肉売ってたっけ？ないよね、薬草。そうだよね。肉屋って多分どっかにあると思うんだよな。まだ先だったかな？ちょっと何かしらどっかあったと思うけど。思い出せないだけであって。図書館広場前っていうの前行ってなかったね。ちょっとここから行っちゃおうか。は、なんだよ、てめえは。え、マスターなのか？うん、じゃあな。なんだ？これか、なんか意地悪な女の子が酒を勧めさせてくれるだろう、みたいな。ねえ、そんなこと言ってたの。ええ、見てくれよ。はしごを作っちゃったぜ。こいつを登れば格闘場の裏にひとっ飛びだ。自由に使ってくれて構わねえぜ。まあ、それはいいんだけどね。お肉とか欲しいな。まあ、うろうろして、魔法の先生。お肉手に入れるってのもいいけどね。まあ、いろんなとこ行っとけばルーラーで行けるようになったと思うんだけど、バザー会場。ここか。なんかここに肉屋できたような気がするな。うん、多分そうだ。これそうだ。ほら、魔物の餌売って高いなー。高いなー。どうしようかなー。一個持っている。もう一個だけ買っとくか。拾えるけど。武器とかね、舐めないで買った方がいいですよね。やっぱね、ああいう戦い方になるとね。ってことは、ここには何が売ってる？今のとこじゃないよね。君がマスターだって、ただの子供じゃないか。あ、Wi-Fi バトルね。まあ、とりあえず今、対戦して相手がいるのかって話なんですけどね。とりあえずはね、全部捕まえたいなっていうね。まあ、こんなモンスターもいたんだぞ、みたいなね。こんな見晴らしのいいところでバーベキューができるなんて、贅沢の極みですな。うまそうな大きな肉だ。そう、どうして火がつかないんだろうか。な、兄ちゃん。火の息が使える魔物を持っていないか。はい。持ってるよ、ドラゴンだ、ドラゴン。ドラゴンスピリッツ。え、これ。これさぁ。今、火の息使えるようになったじゃん。はい。
お、持っているのか。これでやっと火をつけられるよ。それじゃあちょっくらあんたのドラゴンを借りるぜ。ここをこうして、うわ。ドラゴンはバーベキューセットに思いっきり火の勢いを浴びせた。はい、そうするとなんと旅の扉ができるというね。まあ行ける場所が増えるっていうね。得体知れないので、びっくりしたな。バーベキューセットが消し積みになったぜ。しかしこんなところに旅の扉があったなんてな。魔物を貸してくれたお礼にこの旅の扉使ってくれよ。レベル以下ほどなんだろう、ここは。こういうところって結構おっかないんですよね。だから、まあ入るはいいんだけど、すぐまあルーラーで出るけどね。まあどんなところなのかっていうのもわかるので。スライムとかがいる。ああ、なんかコドラとか、ああ、キリキリバッタとかいんね。うわー懐かしい。あ、でもなんかおっかないから、スライム戦ってみて、どのぐらいの強さかちょっと分かってみてね。スライムでもね、扉が違うと強かったりするんでね。まあ、これで分かるんで。あ、なんかいっぱいいる。やばい。いや、とりあえず戦ってみよう。残ったの。ああ、これ来ない。めっちゃまずかったかな。あ、大丈夫か。その大して強い場所でもなかった。あ、キリキリバッタ何これ ?6 連打。やばいやばい。ドラキやばいじゃん。これスカウトにめちゃくちゃいいじゃんよ。要は31でも死なない。まあ、こういう場所があるから、とりあえず後で来ましょう、これはね。ああ、さすが全体攻撃。サーベルキツネとか欲しいね、これね。2枠で強いんだけどね。どうなんかなーって感じしますけどね。まだちょっと力不足なの。ドラゴンが息を吹いて、まあ、スカウトしたら経験値入んないんだよな。ちょっとレベル上げた方がいいかな。倒しちゃってね。あとでまたじっくり来るってのも手だから、ね、ハートブレイクで思わぬちょっと強敵がいるから後回しにしますけど、ナチュラルパン、お、なんかありますね。こんなに今や無き。うわ、まずいな。まあ、いけるけど、一回の戦闘がね、結構やばいね。おぉ、ドラゴンいる、経験値持ってるし。これは仲間に欲しいけどね。まあ、いたら便利かなって感じです。ということで、まあ、今回これで終わりにしましょう。じゃ次回ね、もう一個の方の扉行って、で、強くなったらね、ここに来たらちょうどいいんじゃないかなってちょっと自分で思ってるんですけどね。そしてまた格闘技場行って、ランクを上げて、またね、新たな扉開放って感じでね、進んでいけばいいんじゃないでしょうかね。その間にこうやってね、まあ、ドラゴンの火でね、行ける扉見つけたりとかあるので、このゲームは。結構ね、あれ以外にも隠し扉結構あるんですよね。ただ、レベルがどのぐらいかわからないので、一回戦ってみないとね、どんぐらい強い扉かわからないんでね、ものすごく強かったらいけないし、簡単だったらね、こっちがすごく強くしてから行ったら、すごく弱く感じちゃうので、まあ、今、ここだと、ちょっと強い感じですよね。3番目の扉行ったらちょうどいいんじゃないかな。3番目の扉もなんか同じような感じするけどね。まあ、ドラゴン入れて、まあ、来れる、っていう設定にはなってると思うんでね。まあ、キリキリバッタとかもあれスカウト要因にすごいいいですよね。なのでこんなのもね、入れながらね、やっていけたらいいかなと思います。ということで、今回ここで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。